ホラニリュー・コリニア氏は、トンガ出身の元ラグビー選手。旧名、コリニア氏・ホラニ。現在ジャパンラグビーリーグワン埼玉、パナソニックワイルドナイツの FW コーチを務めている。1981年、トンガの首都のクアロファ出身。トンガ在住時はラグビーをやったことは一度もなく、吹奏楽部に所属し、トロンボーンを吹いていたという。その後、16歳時に、トンガから、 埼玉県深谷市にある埼玉工大深谷高校へと留学。埼玉工業大学の情報工学科を経て2006年に山陽電気ワイルドナイツへ入団。同年9月9日に行われたジャパンラグビートップリーグ第2節のセコムラガッツ戦に先発出場で日本での公式戦初出場を果たした。2007年帰化により日本国籍を取得。 その後日本代表に選ばれ、2008年のカザフスタン戦で日本代表として初出場。2011年、ラグビーワールドカップ2011の日本代表に選ばれる。なおワールドカップでは1試合に出場した。2015年、バーバリアンズのメンバーに藤田義和と共に選ばれた。また、同年8月にラグビーワールドカップ2015の日本代表に選出された。 2019年、現役を引退して、パナソニックワイルドナイツのコーチに就任。ありがとうございます。